ちゃんすっきり、まいちゃんすっきり、うわうわえらいことになった。いやでもそれで、ね、そしたら、うん、でも何してくれてんねん。髪の毛の長さが。こんにちは、アサリオンチャンネルです。5月の末になって夏日も増えてきました。僕ボサボサ、我が家の愛犬マルも冬毛のまんま、ちょっと寒い日も続いてたのでここまで切らなかったんですけど、さすがにもう夏日が増えてきたのでこれからバリカンでガッとカットします。爪切りとか肛門線とかちょっと難しいところはトリマーさんにお願いするんですけど、バリカンのカットは毎年我が家でやっております。まずは固定してもらうのでちょっとこの麻紐で、これちょっとかぶ、お座りできない。でザーッとちょっとごめんね、ちょっとブラッシングします。毛玉になってるところはもうハサミで切っといてから中に入れます。ちょっとありますので毛玉を切ります。この辺のこういうのとかはバリカン引っかかるので、ちょっと毛玉はこの辺もかな。これは失敗だ。毛玉じゃなかった。尻尾切っちゃダメ。6ミリをちょっとアタッチでメントでつけます。3ミリ、6ミリ、10ミリ、13ミリってあるんですけど、とりあえず6ミリぐらいで、こんな感じでつけられました。はい、では行きます。相当切れるよな。ちょっと すごいことになっていいです。切りすぎちゃう、うん、お尻から一回これ取ります。この毛を、ごめん。おてて。
嫌 やねん。そうですね、いい感じです。こうすると結構きれいに、ひごに沿ってこうやると頑張るだなと思うね。ちょっとちょっとちょっと待って、ワンちゃん前やってすごい嫌がるんですけど、ちょっと、とりあえずは体を先に。結構減ってきました、うん。大まかには後ろがこうやるとあのバーッと切れます。で仕上げは順で、あの皮膚に沿ってやると切れないようになっているので、こんな感じで仕上げていく。ごめんね、それでアッといきますね。もう魚じゃなくて全然高めにした方が切れますけどね。切れますが、難しいでしょうか。こんな手をお尻に、ここをやめる。なんかダマになってんねん、ここは、うん、この後ろのこの辺とかダマになってるんですよ。取りますよ、ちょっと、ね、うん、取らないとできへんやん、境目のとこ。この辺まででいいか、あんまりやると剥げない。うん、難しいのにな、この辺が、この辺、うん、この辺ちょっとね、ちょっとすきバサミよいしょ、顔は嫌だよな。結構外人気味なので、ね、垂れ耳なので、あの耳がやっぱり汚れてるからって言われて、集中的に毎日あれしてたら綺麗になりまして、外耳炎の薬も入れたら、この間行った時にびっくりするぐらい耳が綺麗になってましたと褒められました。そう、なんかね、毎日撮ってたらだん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 やっぱ綺麗になってくるから、毎日こう耳を掃除してました。そうすると結構取れましたよ、コロって大きいのやつが取れて、でそれ以来外耳炎もなくなりました。でも夏になるとまた蒸れてくるので、耳掃除定期的にやらないと垂れ耳の子はちょっとダメだと思います。耳をめぐってこの後騒動が、なんで後ろも耳が蒸れないようにここを突きたいの、突きバサミ。
キバサミ引っ張られるから嫌がるのかな、うん、もうちょっと耳短くする。この後僕大変なことに一回切ってから引っ付いてもいいのかな。うん、何耳の毛もこう、うん、ツンツンツンと。でも失敗したら怖い。うん、仕事の手になってもうかわいそうやな。いや、こうやった時にね、うん、同じぐらいのところで逆に切っちゃったらと思った、うん、でもそうしたらあれにはシャギーになれへん。なるなる。それで耳切らないで。ここだけまとめてピシッとして、ここまとめてピシッとしてみたいに、うん、で最近やっちゃってから、うん、それで頑張らならへん。それで、うん、あだからさっちゃんに任せる。頑張れにわざとしてからシャギーに綺麗にしていったらと。うわえらいことになった。いやでもそれで、ね、そしたら、うん、いやでもこんなギザギザ嫌。髪の毛の長さが均等になって、そう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 、そんな風にやるの。人間もやってるやん。シャッ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 と。ああ、そういうことか。ダンカットってこと。そうダンカットって、ここをシャギにしていったら、うん、耳の全体の毛量が減るんじゃない。うん、あ、そういうことか。うん、うん、ちょっとやってみよう。普通、切る前に相談するよね。こんな風にザンバラにするにもなってしもたで。まあ、なんて切らんときや。これは切る流れ、やめて。いや、えらい耳の量減ったで。減らしてやったのかな。かきそうだから、君もなんで、なんでそんな。ほら、綺麗になったやん。起こしてみ。いやー、ザンバラはザンバラだけど、ザンバラのここじゃなくなってきてるって、こうやって透かせればいいわけやん。これを透かしていくわけやん。そうこういう感じ。うん、そしたら耳の毛の量減るやんっていう。こんな感じ。うん、あ、こういう感じね。そうなったやろ。なった下から、うん、こんな感じ。ここは泣いた。ごめん。ちゃんと直せ。ん？どう？うん。可愛くなって。あ、でも可愛くなってきた。可愛くなって。可愛くなってきたやん。これでちょっと夏らしくない？うん。夏の男。頭が軽くなったかな。なった。耳短くなった。あ、大丈夫ちゃんとやって。もうじゃこっち、今度こっちね、こっち、うん、ほら、全然違う、うん、これで耳が蒸れない切り方。じゃこれもこっちもちょっとだんだん最初に切る。ブロック分けするってことやろ、うん、ブロックでこれぐらいずつ。そうってことやろ、うん、これぐらい、うん、でこれぐらい、もうちょっといくか。ああ、2センチぐらいとか、うん、もっといくか。こんなザンバラで、うん、で、あ、そうやな、3台の一番長いな、これ、うん、そのもう一個上、この上。そうでも、うん、いきますよ。こんなもんで、はい、もう疲れたな。疲れたな、まるちゃんもな。可愛くなった？
まるちゃんもちょっと疲れてみて。右耳、長かった？こっちとバランスがある。いいんじゃないですか？ちょっとこの辺は切った方が耳に空気が入るかな。どうです？こっちとこっちと。耳が漏れると外耳炎になるから、耳がちょっと空気がちょっと嫌がらないでください。敷きばさみ嫌いやな。嫌いやな。かかる感じがするのかな。すみませんね、嫌いなのは分かってます。この足ではこれです。で、これで、すきばさみで、こうかな。どうすか？うん。すっきりしてきた？バリカン買ったばかりの頃は、顔できなかったよね。顔ちょっと難しかったね。顔難しい。素人ですから。とにかく耳に通気性を持つ。実用デザインにまで全然いかないから、ただあの耳が蒸れないとか必要最低限できればよしと、そんな感じでやっております。あ、まる満足した感じでいるよ。はい、まあ、もうしおじいちゃんなんでトリミング何時間もしんどいからな。え、もうすぐ1時間でーす。しげちゃん、あのトリマーさんのとこ行ってな。2時間仕事はしんどいから家でやれるから、そこはいいですね。ここはあんまりやると見えるかな。うん、じゃあ最後に流します。座られると困るんやけどな。はい、すみませんね。はい、すみません。これでな、入ってくる。うん。もう尻尾はあんまりやると貧相になるから、尻尾はこのままにしとこうかな。そんなもんですな。1時間が経過しました。こんな感じになりました。ちょっと毛がすごいことになりました。暑がるわけやね。それ暑いですね。これでもね、随分と軽くなりました。まあトリマーさんみたいに、うん、美しくはできませんけれども、まあ家でバリカン入れるには十分かなという勝手に思っております。あの顔はちょっと難しいんですけど、耳にが蒸れないようにこの辺ちょっと切るようにして、この辺はもう顔、あのハサミとすきばさみで、このあとはもう全部バリカンでいきました。で、あの細かいところは気になったら仕上げにハサミをちょろちょろとすると。でもあのすっきりサンマーカットが今年もできました。
その後はまた出てくるやつとか気になるのでハサミで切りますけれども、まあこの方も軽くなって嬉しいと思います。やっぱり犬は暑いの苦手ですから、あのエアコンついてでももう毛が多いので多いと夜中にずっと暑い暑いって感じになってるので、これで快適に過ごせるんじゃないかなと。こんな感じで切る、実は結構スリムなんです。4キロしかないんですけど、もう15歳過ぎております。お耳軽くなりました。ピーンってかっこいいでしょ。髪の毛長いと僕も重たいんです。すっきりしてるでしょ。散髪前はおじいちゃんだったけど、お耳上がってイケメンでしょ。僕、本当は桃色なんです。年に一度のサマーカット祭り。ふわふわの僕がいいんだって。僕の暮らしの楽しいこと、おいしいレシピ。お庭や畑のあれこれ。これからもいろいろやっていきます。次もまた。見てくださいね。またねー。